読みたい本が見つかる話。こんにちは、浅井博明です。今回ご紹介するのは、芸能界の裏の姿を浮き彫りにしている小説、こちら新藤冬樹枕女優。幼い頃からテレビが大好きで、女優の仕事に憧れていたひろこ。高校3年生の時、やっとのことで小さなプロダクションのオーディションに合格しました。ようやく足を踏み入れた花の芸能界。しかし、大した取り柄も後ろ盾もない弱小プロダクションの新人が、スターになるための道のりがそんなに甘いはずがありません。顔中の整形を強要され、偉い人たちの執拗なセクハラに耐え、先輩女優の不当ないじめにも耐える。いつかあんたたち全員が私の前でひれ伏す日が来るわ。屈辱に耐える日々を送りながら、ライバルたちを蹴落とし、自らもためらいなく汚い手を使って徐々にのし上がっていくんです。ひろこではなく、女優鳥居瑞賀として、あらゆるものを捨て、彼女が日本一の売れっ子女優の地位に上り詰めた時、精神のバランスが限界に近づいていく、というようなお話です。なかなか壮絶です。芸能界に対してほのかな憧れを抱いている人は、読むとショックを受けるかもしれません。この小説を書いた新藤冬樹という人は、小説家以外にもいろんな顔を持っていて、芸能プロダクションの社長でもあるらしいんですね。ですから当然、芸能界の裏事情にも詳しい。まあ、後書きを読むと、この小説に書かれている世界というのは一部誇張しているところもあるようですけどね。まあ、いずれにしろ、これは映画化とかドラマ化というのは難しいでしょう。あまりにも赤裸々です。最後の方にこんなフレーズが出てきます。芸能界に入ってからの道は平坦なものばかりではなかった。つまずき、転び、泥だらけになっても、傷だらけになっても、ひろこは起き上がり、足を踏み出した。誰にも弱音を吐けなかった。また吐こうとも思わなかった。芸能界は弱みを見せた瞬間に襲いかかろうと待ち構えている獣たちの住む世界だ。分かち合える人間などいないし、心を許せる人間もいない。信じられるのは自分だけだった。この小説を読めば、テレビで活躍している華やかなスターたちがどれほどの辛い思いに耐えてその場所にいるのか、少し分かった気がして、テレビを見る気持ちもきっと変わると思いますね。夢を手に入れるために壮絶な代償を払った女の子の物語。以上、今回ご紹介したのは新藤冬樹枕女優でした。 I hope you become a book lover. Adios.